ショートパンツにドレッドヘア、伊原亮さん45歳、鹿児島を代表するクリエイターです。ポスターの印象に私たちはなりかねない、レブナイズの印象という。 B2 鹿児島レブライズのブランド価値をどう高めていくか、それを考えるのが伊原さんの役目です。大丈夫です。お客さんが来ていただけるのも約4倍になって、売り上げも4倍になりましたと。何かを生み出し、そして残していきたい。今日の特集はクリエイターの仕事場を覗きました。この日出向いたのは鹿児島市の広告代理店。鹿児島市が企画したイベントの打ち合わせです。伊原さんはファシリテーター、進行役を務めることになっています。控えめというか謙虚というかな方が多いので、その辺こう、まあ、伊原さんのこう話術で引き出してもらうとありがたいな。これからなんかそういうものにうっすら興味持ってるみたいな、言ったらその高校生とか大学生とかもしかしたらいるかもしれないんで、なんか専門的なものにこう絞りすぎない方がいいんじゃないかな。東京の大手映像制作会社太陽企画に所属する伊原さん、ここにポスターを貼ったりとか、手掛けた仕事は数えきれません。朝の情報番組 ZIP のリボンをモチーフにしたオープニング CG、 よかど鹿児島のプロジェクションマッピング、リアルに9割は苦しいと思うんですよね。でもところどころでなんかこう、もう本当に冗談抜きでよーしみたいなのがあるんですよ。ハマったみたいな。中にはこんな仕事も。オールフォーユー KYT は30周年。KYT の開局30周年のアンバサダーとして新たなスローガンを決めるアドバイザーを務めました。社員みんなで決めたオールフォーユーは単なるコピーではなく、KYT で働く従業員の行動理念。イラストや映像だけを作るのがクリエイターの仕事ではないと考えています。ワンクール流されて終わりとか。じゃあそれが果たしてその本当にその会社のためになってんのかみたいなところがすごく疑問で、それよりはもっとなんかその会社のためになんかこう残り続けるものとか、なんかそういうものを作っていきたいな。まあそれはまあ僕はブランディングだと思うんですけど、伊原さんが2年前から続けているのが鹿児島レブナイズの CCO、 チームのブランド価値を高めるためポスターのデザインなどを一手に引き受けています。レブナイズのあの写真をずっと撮っていただいている下さんです。お願いします。ああいうビジュアルがかっこいいのは下さんのおかげです。仲間たちへの配慮も忘れません。チームに関わる全ての人を表すレブズという呼び名を作ったのも伊原さんです。選手が今シーズンのユニフォームに袖を通すのはこの日が初めて。ポスターはチームのイメージを作り上げる大切な存在です。OK、うん、はい、大丈夫、うん、じゃあリラックスして2歩、イエス、OK。伊原さんの存在の大きさを球団の社長も認めています。ポスターの印象とか、はい、そういうのでやっぱりお客さんがちょっと面白そうだなとかかっこいいなとか、そういう印象ってやっぱあると思うんですよね、はい。まあ、そういうきっかけ作りというか、そういう点ですごく大きいなと思います。どんなポスターが完成したのか、それは後ほど。クリエイターの原点だという場所に案内をしてくれました。
すいません、お邪魔します。そこで待っていたのは親父です。うえー、はじめまして。KYT の内田と申します。いや、こちらこそよろしくお願いします。父、幸男さんの仕事は大島紬に関わる職人。幼い頃、仕事場にあった紬の柄の図面に目が留まって絵を描くことに興味を持ち始めました。小学3年生の頃描いた武田くんを探せは人気絵本ウォーリーを探せをオマージュしたもの。同級生を主人公にしたイラストでクラスの人気者になりました。決して裕福とは言えなかった幼少期、絵を描くひとときが心を満たしてくれました。スーツ着て会社行くような会社員であってほしいみたいな気持ちがどっかあったんですよ、小さい頃は。でも今になって、そのやっぱりずっとこの自分が好きなことを続けてるっていうのは、改めて、まあ、僕もそういうものを作る人立場になったらやっぱすごいなって思ってるんだよって感じですね。あの打ち合わせから2ヶ月鹿児島市のクリエイターを集めた初めてのイベントが開かれました。井原さんは進行役としてイベントを盛り上げ、これからクリエイティブの世界で何かを発信したい、そんな思いを抱く鹿児島の若者にも大きな刺激を与えました。今後の自分のデザインとかの勉強とかにもなんかつながりそうなこととかいろいろ知れたので、すごい良かったです。ずっと気になっていた質問を井原さんにしました。なぜドレッドヘアなんですか？タトゥーとかドレッドとか、うんうん、普通だったらストップかけるじゃないですか。自分がやりたいと思ったことをちょっとやって、その時にどういう世界が見えるのかなっていう。でも僕やっぱクリエイティブやってるんで、そこでこうストップかけてたらやっぱそこまでのものしか作れないんじゃないかなっていう。クリエイターになりたいからなるんじゃなくって、作るの好きだったら勝手にクリエイターになるんで。クリエイター井原亮さん、何かを生み出して残そうと奮闘する彼の周りには、常に同じ熱量を持ったクリエイターが集まっています。井原さんが手掛けた今シーズンのレブナイズのポスターがこちらです。出来たてほやほや、テレビ初公開です。今シーズンは B2 に昇格したけれど、初心に立ち戻って鹿児島らしさを忘れず戦おう、そんなイメージで作ったということです。仲間と一緒に仕事を楽しんで取り組んでいる、そんな井原さんの姿がとっても印象的でかっこよかったです。たくさん刺激をもらいました。以上、特集でした。